スーパーマリオメーカーということで、今日もスーパーマリオメーカーやっていきたいと思います。前回なんですけども、どうなったっけ前回は、まあ普通にプレイしたのか。まあ個人的に、まだマリオそんな操作慣れてないかもしれない。まあ練習がてらやっていきたいと思います。行きましょう。初めて作ったステージかな。マリオメーカーを初めて作ったステージだ。多分。ちょっとね、エリア1みたいな、ステージ1みたいな名残惜しさがあるんですけども、別にそういうわけじゃないのか。あ、食らっちゃった。食らっちゃった。俺マリオ下手だからさ。普通になんともない出来、あー、ゴールしました。いや、初めて作ってくれたステージだ、これ本当に。ちょっとマリオ練習しよう。クッパジュニアの観察。はい、マッチングしました。クッパジュニアです。観察ってことは、この捕まって、跳ね返ってるクッパジュニアを見とけばいいのかな。かわいそうだな、なんか。やっほー！僕、マリオー！キャオーキャオー！クッパ！クッパが来た！マリオー！クッパ！クッパダメだ！クッパの子供なら、クッパの子供なら大丈夫だ！捕まっちゃったー！揺られてたのね、クッパジュニア。じゃあね。おお、殺された。マリオ最後倒された。こんなことできるんだ。ジュゲームを倒して、初投稿。なんか今日、初投稿のステージ多いな。初めて買ったのかな。俺の友達の実況者もマリオメーカー2が出るから、最近ね、マリオメーカー買った人いるんですよ。何が出るかな？何かが出てるけど。いっぱい出てるけどさ、早すぎてさ、見れないんだよ、うまく。箱になりました。さあ、箱になりました。箱が出ました。オッケーオッケー、これしっかりかわして、ちょっとイカ来てるな。これ、ジュゲームも取りたいね。ジュゲーム取りたい。あ、ジュゲーム消えちゃった。じゃあ、次の上に行くタイミングで行きましょう。はい。入れない。土管の中は入れないですね。上の方行こっか。これは、一応取っとく一応取っとく、これ。一応ステージは、ステージの名前何が出るかなってステージだから。一応取っとくか。取れるかな？何が出るかな？何が、あー、取れないな、これ。一個下だな。ここだな。ちょっとイカちゃんがお邪魔ですね。取らして。あー、イカちゃん、でもイカちゃん倒した。早く出して。出して。出してよ。上に行かないと出ない仕組みになってるのか？ここから出してもらおうか。はい！オッケーオッケーオッケー、キャプテンファルコンかー。外れかなー。てか、キャプテンファルコンとさ、箱とさ、クリボーしかなかったよな、最初。それ以外ないんじゃないの？これは？バネ。そう、バネもあったな。これは？クリボー、キャプテンファルコン。これしかないんじゃないの？クリボー。おい、種類持ってなさすぎでしょ！キャプテンファルコン。全然ないじゃん、何が出るかなって。今4種類くらいしかねえじゃねえか。ゴールだ、もう。もう最後も何もなかったからね。もっと種類を増やしてからやれ。ゴールが目の前なのに。2。ゴール目の前にあります。ゴール目の前にありますが、この黒いパックンフラワーに道を塞がれております。くるんっていくのかな？マリオのくるんジャンプでいくのか、時間ないから行きますね。ふんふんふん。おい、これ行けねえじゃねえかよ。隠しブロックでもあんのか？あったわ。よし！これよしで行くのか？
なんだ、こうやんのか。あ、違う、上に行った。あれ下じゃないんだ、そのまま。で、これに乗るのか。オッケー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 。あ、ゴールしました。よかった。だよね、これ難しいもんね。そりゃ隠しブロックあるわ。人によって難しく感じるか簡単に感じるかは違う。なんか人生を悟ったような言い方じゃん。とりあえずキノコがいっぱいあるってことは分かった。良心的ですね。これなんだろう。こっちバネか。だってさっきからバネとさ、バネと箱しかさっきから来ないじゃん。みんなこれしか持ってないのかな。僕、とりあえず上から行きましょうか。やべ、イカちゃん来たなぁ、スプラトゥーン。うわ、スプラトゥーンめっちゃ羽生えてる。痛い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 。でもこれ、危ない危ない危ない。俺、一回キノコ取って経由しましょう。危ない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 。うわ、ちょっと待って、キノコじゃない、カメだ、これ。どうしよう、これ、一回下がるか。避けれないの、これ。危ねえ。ギリギリかわしていく。一回止まってから急に上来るんですよね。これで下行けば。あ、ゴールだ。まあ、意外と早かった。イカちゃん結構難しいかもね。ネタ、ゴール後、川島教授の口に注目。川島教授は、あれや、勉強のゲーム、なんだっけな、IQ サプリみたいなゲームの、あ、じゃ、脳トレか、脳トレのね、先生。今これ口パクパクしてる人だ。これ。懐かしいな。これゴールした時に、口に注目らしいです。で、ゴールが多分そこだと思ってね、青い、四角いとこ。ここですね。どうなんの？プルプルしてる